This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. こちらは東京タイランドのミステンド放送です。この放送は岩手県バンドンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。こんばんは。こちらはラジオタイランド日本放送です。ラジオを聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。政府は自動車タイヤセンターの開業を2026年を目標に進めています。商務省は店舗経営者や卸売業者に対し、洪水時に十分な在庫確保を要請しました。千枚店では大型ポンプで排水が行われました。新型コロナの感染状況は格下げされたものの、年長者などはコロナのワクチンを接種するよう呼びかけています。それではまず初めのニュースです。政府は自動車タイヤセンターの開業を2026年を目標に進めています。東部経済回廊に建設中の自動車タイヤ試験研究イノベーションセンターは現在半分以上が完成しており、2026年の全面稼働を目指しています。政府はこの施設が完成すれば、タイが電気自動車の世界的な製造拠点となることが期待されるとしています。自動車タイヤ試験研究イノベーションセンターは、自動車用品、部品、タイヤの製造品質の向上を支援し、学習と技術移転のセンターとしての役割を果たすことを目的として設置されます。センター設置プロジェクトは工業省が閣議決定した後、タイ工業企画協会とともに2016年から開始されています。アヌチャー政府報道官は、このプロジェクトはタイを世界の主要な電気自動車製造拠点とするのに役立つと同時に、知識の移転と雇用創出の機会を提供するものであると述べています。またこのセンターは、タイの自動車と部品の品質と競争力を高め、地元メーカーが国際的に認知され受け入れられるようにするものと期待されています。次のニュースです。商務省は店舗経営者や卸売業者に対し、洪水時に十分な在庫確保を要請しました。タイの多くの地域で洪水が発生しているため、商務省では各地域の水害の状況を注視しています。店舗経営者や卸売業者には、洪水に見舞われた地域で品不足が起こらないよう十分な在庫を確保するよう呼びかけています。ジュリン副首相兼商務大臣は、現在の洪水の状況について懸念を表明しています。商務省の次官らに対し、各地方の商務省事務所に各地の水害状況の詳細を報告するよう命じました。また国内取引局へは、全国の製品流通センターを検査するよう指示しました。小売業者や卸売業者には、特に洪水の被害を受けた地域で十分な量の商品を仕入れるよう要請されています。これは水害被害者が商品不足でさらに困ることがないようにするためです。また十分な在庫を確保することで、救援隊や支援物資の配送も容易になります。ジュリン商務大臣によりますと、地方の商務省事務所は場当たり的な値上げや利益供与に注意しています。そのような行為は違法であり、
洪水被害者の窮状をさらに悪化させることにあると指摘しています。商務大臣は、商務省では物資不足と日和見的な値上げを防ぐために厳重に努力するとしています。次のニュースです。千枚県では大型ポンプで排水が行われました。北部千枚県のニラート県知事は4日、千枚県の中心部のうち深刻な排水が発生しているエリアでは、大型の電動ポンプを20台以上使って迅速な排水を進めました。ニラート県知事は、今後3日間ほど大雨が降らなければ水が引き始め、1週間程度で状況は通常に戻ると予想していますが、それを待っている余裕はないため、大型ポンプで大量に排水することにしたと説明しています。千枚県の武安郡では、千田尾郡と明定郡から大量の水が流れ込んでいて、これによってピン川の水位が1時間あたり1センチから2センチ上昇しました。ピン川の水位は4日の時点で 4.56 センチです。武安郡では学校の多くが休校となったほか、施設などでも浸水が50センチから100センチに及びました。一方、バンコク都庁では交通対策でリモートワークが要請されました。バンコク都庁は、バンコクが5日から7日頃にかけて大雨に見舞われると予想されたことから、都内の民間企業に対し、交通渋滞の悪化を緩和するために、従業員に出社せずにリモートで働いてもらうよう要請しました。リモートワークが難しく、出社が必要な業種の人々については、会社が配慮して帰宅時間を早めるなどの措置を取ることが呼びかけられました。バンコク都庁によりますと、都内の冠水エリアのほとんどで4日のうちに排水が完了しました。しかし、今後の大雨で排水施設に流れ込む水量が増加し、普段より排水に時間がかかるため、再び大きな洪水が発生する可能性があるとして注意を呼びかけています。次のニュースです。新型コロナの感染状況は格下げされたものの、年長者などはコロナのワクチンを接種するよう呼びかけています。新型コロナウイルスは現在の感染状況を鑑み、10月1日から危険な感染症から監視が必要な感染症に格下げされ、非常事態宣言なども解除されています。しかし、保健省では適切なワクチン接種を受けるよう呼びかけています。保健省は、コロナによる死亡者の半数以上はワクチンを受けていない人だったとしています。新たに疾病管理局の局長に就任したタレス氏によりますと、先週末には人々は通常の生活に戻ったが、人混みではまだほとんどの人がマスクを着用している姿が見られたとしています。しかし、新たな感染者の数は増えてはいません。タレス局長によりますと、呼吸器の基礎疾患のある人はマスクを着用し、簡易抗原検査キットで検査を定期的に受けるよう求めています。一般市民へは、混雑した場所を避け、空気の流れが悪い場所に入るときは、マスクを着用すること、そして社会的距離を保ち、手洗いなどの一般的な感染予防策の継続を進めています。タレス局長は、コロナに感染した場合、重症化する可能性のある人へは、ワクチン接種が優先されると指摘しています。特にタイでは、約190万人の高齢者が、まだ一度もワクチンを接種していません。特徴は、コロナによる死亡者の大半は高齢者で、その半数はワクチン未接種であると強調しました。死亡を防ぎ、安全性を高めるために、高齢者はワクチンを接種するよう呼びかけています。ワクチン接種は、公立病院や各県のワクチン接種センターで無料で行うことができます。寝たきりの患者には、ボランティア団体や地元の保健所などに連絡して、自宅で接種することも可能だと説明しています。これらすべての料金は無料となっています。それでは本日お伝えしましたニュースの項目を繰り返します。政府は自動車タイヤセンターの開業を2026年を目標に進めています。
商務省は店舗経営者や卸売業者に対し、洪水時に十分な在庫確保を要請しました。チェンマイ県では大型ポンプで排水が行われました。新型コロナの感染状況は格下げされたものの、年長者などはコロナのワクチンを接種するよう呼びかけています。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう。さようなら。The sun came in, I had to come in. My car, the one in the car. My one in the car. My one in the car. My one in Our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.